Ah, d'autres.浮気じゃないです。お、なんだこれ。桜花火？ハッチ。ありがとうございます。初めて見たわ。エフェクト。花火来たよ、ハッチから。マジで？ハッチありがとう。桜花火だよ。ハッチありがとう。閲覧増えない？閲覧は33、6？ノンタンやる気満々です。横向きにやるとさ、あれはい、ワドツです。Y字バランスです。ローキック一発？ノンタローキック一発だって。
出がつけだ。ダメ。壊れる。出がつけだ。本当は足壊れるから。そうだね。カクカク？画質悪い？みんな。どうも、ワドです。今日はね、格闘技歴20年の人と、殴り合います。ぜひ楽しんでいってください。本気でやりますね、今日は。練習中はしますよ、ヘッドギア。そうですね、香川 T シャツです。香川 T シャツですけど、フリンジではありません。相手はドレさんって言って格闘技歴20年の総合格闘技歴20年の強い人です。あと地下格闘技25戦の達彦さんと、あともう一人来ます。いや、手抜きじゃないで、今日はガチで行ってほしいですね。おお、ハッチ、手抜いたこと一回もない。弱いだけだから。そうハッチ、カクつく？ごめんね、もうちょっとでパソコン配信に変えます。ドレさん来たらパソコンに変えますんで。映像がカクつくの？映像、音声、どっち？映像がカクつくの？映像がカクつくの、それとも音声も両方なの、どっち？映像の方がカクつくの。ちょっとさ、外れサーバー引いたかもね。もうちょいでパソコン配信切り替えるので、このままちょっと待っててください。ドレスさん、もう少しで来ます。そうですね、ウナちょっとウナ来たのは意外でした。危ない。え？ウナちゃんなんだ。映像何？
あ、気にしないでください周りは。あの気になると気になるんで。はい、和骨です。はい、バーガーありがとうございます。和骨です。あ、閲覧100超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、川の方。のんたんは今すね当てしてるんで、そろそろ行くかもしれませんね。ああ、のんたんは彼女ですよ。あの、のんたんとはやりません。勘違いしないでください。あの、ちゃんと格闘技歴持った人2人来ますんで、もう少しお待ちください。あのすね当て1個しかないんで、今彼女がしてます。まだウォーミングアップですんで、これからあのやりますんで。ドレさん分かんないですね。もう少しだと思います。ドレさんほら深夜食堂っていうぐらいだから昼間は苦手なんだ。ああ、昼寝てるんだ。やっぱ気になります、香川 T シャツ。和道、和道さん半袖ですけど、今ウォーミングアップ中なんで大丈夫です。あと今日外あったかいっすよ。そうです、右の人は彼女ですよ。ハッチ、それは夜やってください。え、ハッチがケツに鋭いの一発お願いします。あ、靴に靴か。え、んケツだ、ケツ。あの画面が割れてるから分かんないけど、でもケツに鋭いの一発お願いします。そうです、多分夜やってると思うんで。元に戻りました。安心してください。あ、彼女と振られたって書いてあったからさ。ワド、彼女に振られてなかったっけ。
ねえな、どれさ。そういう上だ。そう、あー、そう。芸人さんのゴムね。ゴムパッチ。ゴムパッチ。あれ面白いよね。ノンタン、ハッチが妻で復活ではないのですかですって、はい、ハッチが妻で復活ではないのですか、ツイッターじゃない、ハッチは妻で不服ではないのですか、復活じゃない、あ、復活です、復活です、復活しました、嫁は復活しました、これよくワードコメント読めねえな慣れてんの、全然見えない、ちょうど漢字と割れてんのが重なるんだよね、すごい、うん、もう俺クラスになると文字じゃなくて心を読んでるから、なるほど、リスナーの次こういうコメント来るだろうなみたいな、さすがっすね、さすがっすね、さすがプロっす、たまにだからコメント打つ前にコメント返してる時あるもん、見てんじゃない？いつも見ながら自転車乗ってきてる。来ないっすね、ドレさん、もう少しお待ちください、来るまでノンタンでお楽しみください、ノンタンのウォームアップは妻なので一緒に付き合ってます、ドレさん、さっき LINE 来てたから多分もうすぐ来ますよ、
あ、お疲れさん、ドレさん登場です。いいね、そのトロイ。はい、おはようございます。だんだん今日は動くのか、それで縮みつけて、はい、その場合雑にしないで、はい、きちんとパニング使ったり、スリッピング使ったり、そう触られてるってことは当たってるってことだよね、はい。道が長いからもっと足つかない、はい、そう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 、あ、今日東京先輩来るんで、はい、あなたもやりたい。どうする？もう少しで30分だから枠1回切る。うん、携帯配信しよう。は、携帯？あ、携帯じゃない。パソコン配信切り替えます。じゃあ皆さん、次枠行くんで見に来てください。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。